皆様こんばんは。本日も絶好調の磯野ワカメ。連日ピアノの練習は欠かしたことがございません。毎日絶好調でございます。楽しいな。誰かと楽しく会話をしながらコミュニケーションも楽しむことはピアノレッスンも同じでございます。楽しく会話、コミュニケーションを取りながら、どんどん褒める、おだてとり。昨日も雨が降っておりましたが、雨が降って出るのは希望の虹でございます。本日も徹子の部屋参ります。磯野ワカメ。できるようになります。アルペジオ。